ル参上だよ。遅いぜ、ノアの兄貴。俺たちのリーダーなんだからよ、シャキッとしてくれよ。あくまでペリエールお嬢様がいらっしゃるまでの暫定リーダーです。でもリーダーかっこいいよ。ノアも期待に応えないとな。ああ、やることは山ほどあります。この1週間この廃城を使えるようにするために働いてもらいました。力仕事は自分は頭脳労働の方が向いてるのに。集まった兵士たちの寝場所はなんとか確保できたな。エルティスワイスの宿と同じとはいかないけど、簡単な食事を提供できるようにしたわ。言われたように行動を通ってきた兵隊たちをここに集めてるぜ。それとみんなに紹介したい人がいます。失礼。極東帝門だ。ユミルさんにここに町を作りたいって聞いてね。ここで人も…おっと、帝国への抵抗をするっていうからぜひ協力したいと思ってな。そういうのを取り仕切るのは得意でね。それにいずれここにギルドでも建てて、まあよろしく。建築家のアイリスです。以前はカールス大学にて建築学を教えていましたが、実際の街づくりをしたいと思っていました。今回ユーミルさんからお声をかけてもらい、こちらでその手伝いをさせてもらおうと思っています。新たな建物を建てるときには私にご相談ください。カールス大学？名門じゃない。ケーンです。資源倉庫の管理を仕事にしてます。極東さんの紹介でこちらに来ました。この町を発展させていくには多くの資源が必要になり、それを貯めておく場所が必要になります。そっ、資源倉庫？それって荷物よりもいっぱい管理するんでしょ？すごい！私にも教えてください。ええ、いいですよ。私の知ってる管理術を教えましょう。ありがとうございます。これで最低限の施設は用意しましたが、まだまだですね。施設だけじゃない、人も足りなすぎる。うんうん、仲間をもっと集めないとダメだよね。エルティスワイスやその周りの村へ偵察へ行ってきた。帝国の連中はまだいるが、多少は警戒が緩んでいる。そっちでも人集めはできそうだ。よし、やることはいっぱいだ。ここを大きくしなきゃなんねえし、仲間も集めなきゃなんねえ。ノアの兄貴の肩にいろいろとかかってるけどよ、一つ大事な仕事をしてもらわねえとな。大事な仕事？一体何をしたらいいんだ？それはこの城に名前をつけるって仕事だぜ。
いつまでも名前なしってわけにはいかないだろう。うん、いいね、いいよそれ。ノア君、これは責任重大だよ。ではこの城の命名を。君のセンスに期待します。うん、なかなかいいんじゃない悪くないわね。最高だぜ、ノアの兄貴。まあまあですかね。それは置いておき、ノア、抵抗の軍を起こすにはもっと人が必要になります。仲間こそが力になります。これからはそれを増やすことを考えましょう。この近くにも力を貸してくれるやつがいるかもしれないしな。よし、頑張ろうよ、ノア、みんな。あら、そうね。
あらあら、ご用ですか？どうかしら。儲けさせてもらおうかね。儲けさ。いらっしゃいノア。いつかエルティスワイスに戻れるようになるまではここが私の宿よ。ここも多くの人たちに癒しを与える場所にしたいわね。お休みになる？私も一緒の方がいいと思うんだけどな。よし、じゃあ行くか。また。ノア、本当にここにいたんだね。ずいぶんと心配したんだよ。でも元気そうでよかった。あれから村でもいろいろあってね。ほら、覚えてるかい？裏のノーラのところに子供が生まれてね。もう騒がしいのなんのって。いや、懐かしいね。あんたやリーンの生まれた時も村中みんなでお祝いしたもんだよ。ぜひあんたにもお祝いしてほしかったね。今度ぜひ村にも立ち寄っておくれよ。マーソンおばさん、村の方は？うん、村の復興は順調だよ。あんたが心配することは何もないさ。そうそう、あれ掃除さんがいるだろう。あの人が張り切っちゃってね。あちこち修理して回ったし。あ、そういえばミリーちゃんは覚えてる？あの子もそろそろ年頃みたいでね。どうやら好きな人ができたみたいよ。応援してあげたいわよね。ねえノア、誰かいい人知らない？そうそう、それであんた
同盟軍のリーダーになったって話じゃないか。本当に偉くなったもんだね。そんなんじゃ人手はいくらあっても足りないだろう。これからは私がこの農場で働くよ。みんなの食事は任せておきな。マーサおばさん、心配しなさんだよノア。あんたのおせっかい焼きなんて可愛いものさ。今日からはたっぷり私が働いて、みんなに美味しいものを食べさせてあげるよ。安心しなって。さてさて、早速働きましょうか。道具はどこにあるかしら。あとは種に、水やり用のじょうろに。さあ忙しくなるわよ。ほらノアは自分の仕事に戻りな。いろいろやることはあるんだろ。忙しいんだ。手早い。いらっしゃい、ノアのお兄ちゃん。倉庫もなんとか形になったよ。大切に保管するから。はいはい。はーい。私に何か用かい？新しい町で働いてくれる仲間を探してるんだ。へえ、新しい町。そいつは働きがいがありそうだ。今から新しい家だってバンバン作るんだろ。そういうところなら私も腕を震えそうだね。だがあんたは私が信用できるような相手かどうか。よし、こうしよう。私が木材の取り方を教えてやる。だから木材を20個集めて持ってくるんだね。そうやって自分も汗水垂らして働けるやつじゃないと信用しないことにしてるのさ。やり方は分かったかい？それじゃ頑張りな。なんだいなんだい。さあ来い。そこかが、
よし、はっ、そこだ。ほらよ、こんなもんさ。いいね。すごいじゃないか。頑張ったね。うん、よく見りゃあんたの手は怠け者の手じゃない、働き者のいい手だぜ。仲間になってくれ。こりゃ一緒に働く甲斐がありそうだね。私はケリン、こっちこそよろしく頼むよ。守ってくれるのかしら。こいつは痛いぞ。よし、はっ、マジカルキューティーショット。大丈夫ですか。どうぞ回復してください。
えい。よーし、やった。それ。来た来た。取ったぞ。それ。やった。えい。どうだ？マジカルキューティーショット！マジカルシュート！刀の錆にもなれしね。すまない。長い黒髪の14歳くらいの女の子を見なかったか。名前はマリンだ。ごめん、見ていないけど何かあったのかい？マリンは僕の妹なんだ。いつもは家にいるんだが、森に薬草を探しに行くと書き置きを残して出かけてしまって、そろそろ帰ってきてもいい頃なのにまだ戻ってこない。何かあったんじゃないかと気が気でないんだ。うん、わかった。俺も探すのを手伝うよ。え？探すのを手伝ってくれる？ああ、困っているんだろ。ありがとう、助かるよ。マリンは綺麗な石や薬草を見つけるのがうまいんだ。この森で薬草が取れる場所にきっといると思う。案内するから一緒に来てくれ。あなたと一緒なら頼もしい。やった！
こりゃこれで終わり。こんなもんか。いつもはここの採取場所にいたりするんだが、姿が見えないな。一体どこに行ったんだ。あんなに森の奥には行くなと言ったのに。両親がいなくなってからは妹がたった一人の家族なんだ。心配で。自分にも妹がいるよ。君の妹とは随分タイプが違うみたいだけど。そうだったのか。だから妹を探すのを手伝うって言ってくれたんだな。君の妹さんは？そうだな、変わってるっていうか無鉄砲っていうか。自分のことをルーンに祝福されたラッキーガールだって言い張ってるんだ。困ったもんだよ。そうか、君も苦労してるんだね。それなら気持ちはわかるよ。うん、君とはなんだかうまくやれそうな気がするな。でも今はマリンを探すのが先だ。他の場所に行ってみよう。そこか。ゴー！やくらえ！そこだ！ここにもいないみたいだな。どうやら森の奥に行ったみたいだ。森の奥にはモンスターも出る。急ごう。あ、そうだな。いざ勝負。Thank you.
し、行くぞ。行くぜ。そこか。これでしまいだ。こんなもんさ。マリン、無事でよかった。お兄ちゃん、来てくれたんだ。ありがとう。すごく怖かった。森の奥に一人で行ってはいけないと言っておいただろう。だってこの近くにはよく聞く薬草があるから。昨日お兄ちゃん怪我をしていたでしょ。気づいていたのか。お前に心配かけたくなかったのに。うん、お兄ちゃんはそうやって黙っているから、私もすぐに気づくようになっちゃったよ。ありがとう。ノアと言ったね。マリンを助けてもらったお礼がしたい。それじゃあ。そうか、帝国の話は聞いたことがある。遠い場所の話だと思っていたが、いずれは僕たちのところまで来るかもしれない。その時には僕一人でマリンを守れるかわからないからね。の仲間になってくれ。ありがとう。僕はワイラ、弓の腕なら百発百中さ。同盟軍の役に立ってみせるよ。それじゃあ私も一緒に行く。え、ちょっと待て、お前は。お兄ちゃんはすぐ怪我をするから私の薬草が必要でしょ。それに他の人の役にも立てると思うの。いいでしょお兄ちゃん。え、あ、危ないことをしないなら。ありがとう。私はマリン。綺麗な石や薬草を見つけるのが得意だよ。お兄ちゃんともども、これからよろしくね。感じになってきたね。もう少し頑張りたいな。テリエールとの約束もあるし。すごいな。でも無理はしちゃダメだよ。大変、大変だぞメリサ。あの子また飛び出していっちゃったぞ。あの子ってまさか。プペ、お、プミーもいたか。そうじゃなくて大変だよメリサ。また太古はロマンだとか
私はルーンに祝福されたラッキーガールだからとか言ってたみたいだ。また無茶な。メリサが無茶さで負けるぐらいだからね。どういう意味？そういう意味。とにかくさ、ウェーブさんと長老たちが話し合いしてるって。行ってみよう。わかった。どこ行くんだ、メリサ。来たか、メリサ。ウェーブ、あの子が出て行ったって？プミプミ。まあな、来た時と一緒で突然さ。原初のレンズの話の中でツリーフォークの村のことを聞き出したらしい。すいません、私が教えてしまいました。あんなにキラキラした目で聞かれたら。リルンのせいじゃないさ。あの様子じゃ遅かれ早かれ聞き出しただろうしな。さてどうしたものか。ウェーベ、あの子の責任を持つと言ったのはお前だぞ。分かっているんだろうな。俺が軽率でした。対処します。ごめん、ウェーブの兄貴。本当は頭を下げなきゃならないのは私だよね。ん？頭を下げる？ウェーブさん。あの程度ならいくらでも問題ないさ。なんたってメリサのおかげで慣れたもんだからな。ウェーブ！考えていることがあるのさ。北の地で原初のレンズが見つかったという話と、そこで起こっているという争い事の噂。俺たちガーディアンの在り方も変わっていくべきなんじゃないかってな。まあそれはいい。メリサ、あの子のことを呼び戻しに行ってくれ。お前ならすぐにも追いつくだろ。ツリーフォークの村か。ま、森の中じゃ私より早いのは風だけだよ。あの子のラッキーだってかなわないさ。俺も行くよ。私も行きます。ツリーフォークの村の場所は私ならわかります。ガル、あんたも頼めるか。用心棒がいるってのか。念のためさ。まあいいけどな。父さん、またどっか行っちゃうの？
心配するな。少しばかり出てくるが、俺が帰ってくるのはいつでもラビーのところさ。メリサのお友達を連れ戻しに行くだけさ。メリサさん、お願いします。メリサさんもリーンさんも初めてできた私の大切なお友達ですから。分かってるさ。よし、行こうぜ。メリサ、よく眠れたか、ノア。働いて、たらふく食って寝る。そいつが人生ってもんさ。立てましょうか。いいものがたくさん取れそうだね。それでましょうか。頑張って働くよ。いつで。ああ、ノア、モンスターが入り込んだって。一体何を。ノア、いつの間にかモンスターが入り込んでいたんだ。いや、本当に悪いモンスター。ちょっと待って、ノアのお兄ちゃん。どうしたんだ、スミレ。この子はツリーフォークだよ。モンスターじゃなかったんですね。うん、
カサンドラさんから聞いたことあったよ。ねえねえ、君大丈夫？びっくりしたの？ありがとう。うん、大丈夫だよ。みんな優しくしてくれるよ。ね、ノアのお兄ちゃん。そうだな、力になるよ。どうしてここまで来たんだい？なるほど、つまり彼、彼でいいのかな。はい。あとキャルナトーラです。彼は外の世界に憧れてツリーフォークの村を出たが迷子になったと。多くのツリーフォークは森の奥の村で生まれ、その村の近くをほとんど離れることなく暮らしていくわね。キャルラトーラ君はツリーフォークとしては大冒険者ってことになるわ。はい。ここに来るまでにいろんなものを見ました。あんなに空が広いなんて森の奥にいたらわからなかった。でも今は村に戻りたい。みんなに外の話を聞かせてあげたいんです。ねえねえ、ノアのお兄ちゃん。ああ、分かってるよ。村まで送るよ。さっきみたいな目に遭うかもしれないしな。しかし、先ほどの話だと、この城の南西の方から来たようですが、そちらに道があるという報告は聞いていません。ああ、それならツリーフォークの隠し道よね。はい、森にお願いして道を隠してもらっています。ですから一緒に行けば道を開けます。では向かいましょう。よろしくお願いします。みんな